塩止めメディアタワーは一般社団法人共同通信社が東京都港区東新橋に建設した超高層ビル。共同通信社の本社が1から23階、パークホテル東京が25の34階に入る。平成15年照明不及省優秀施設賞第46回 PCS 賞2004年度第17回日経ニューオフィス賞、ニューオフィス推進賞、 をそれぞれ受賞。塩止め仕様サイトの e 外区に共同通信社が新本社ビルを建設すべく共同通信社新本社ビルアネックス建設工事がプロジェクトとして立ち上がり、1999年4月12日、新本社ビルの設計業者は5社の見積もり検討で鹿島建設に決定。その後、芝パークホテルが構想部に姉妹ホテルを 初めて開設することが決まり、2000年10月24日に着工し、2003年7月17日に竣工式を迎え、9月1日、高層部にパークホテル東京が開業した。建物は地下4階、地上34階建て。低層部には、潮止めの中心地区の交差点に面する立地に応え、高架を走るゆりかもめの車両の天井と同じ高さを持つ、 開放的なアトリウムが設けられている。そこはニュースアートという空間として用いられ、最新のニュースの提供とともに、通信社業務の紹介や企画展などが模様され、一般に公開されている。オフィスの中層部6層は、中央の吹き抜けと開放階段でつながり、行き来の良さは、もちろんのこと報道フロアとしての一体感が共有されている。 25階から上に入るパークホテル東京は、宿泊特化型で、全客室を外部にぐるりと配した、眺望の良さと、その内側の都内最大級の大きさのアトリウムが、特徴である。塩止め医学のプロジェクトマネジメント業務は、三井不動産が担い、塩止めメディアタワーに先立って竣工した、潮止めメディアタワーアネックス、突破フォームズビルの建物配置計画等における、 マネジメントを手掛けた。なお、三井不動産は竣工後の潮止メディアタワーのプロパティマネジメントも共同通信社から受託している。オフィスホテルオフィス商業施設。ありがとうございます。